私は姉と二人姶なんだけど、姉が婿を取って、商売と家の跡取りになった。その義兄が、取引先の商店の娘と割りない仲になり、プリンとその親が、家に乗り込んできたんだよ。どうやら、義兄は、店も家も、その他の不動産の名義も全部、自分名義にしてあると、ホラを吹いていたらしく、プリンの親は、姉と両親を追い出して、自分たちと義兄とプリンで、商売をするつもりだったらしい。でも、疑り深いうちの両親は、養子縁組すらしてなかったんだよね。ただ、家の名字を名乗っていただけ。弁護士入れられて、不貞の事実を突きつけられて、慰謝料を払うことになり、叩き出された義兄。最後は土下座して姉に謝っていたけど、プリンに姉と両親の悪口を散々言っていたことをばらされたので、姉がほだされるわけもなく、子供も義兄のせいでいなかったので、サクッと離婚に進めた。そんなある日、宅急便が届いた。差出人は取引先の会社だったから、不思議に思わず、忙しかったので、そのまま奥に置いておいたら、電話があり、爆弾を、〇〇会社の名前で送った。とくぐもった声で告げられ、見に行くと、カチコチと音がする。びっくりして警察に届け、爆弾処理班が来て、周りは避難して大騒ぎに。結局、配線がうまくできてなかったとかで、爆発はできないものの、火薬が入っていたそうだ。差出人は元義兄。もちろん逮捕されたし、損害に対して慰謝料を支払う羽目になったし、バカ丸出しでしたが、カチコチという音を聞いた時は、さーっと血が引きましたよ。離れている間に、すっかりネタになってますね。これは十数年前の話です。ネタに思われるのならそれでいいですが、マジレスしてくれた人にちょっとだけ。新聞には、地方版ですが載りました。狂言でと小さいものでしたが。でも、新聞に載ったことと、警察が来たことで、近所に居づらくなり。実家は、数年後に商売を畳んで、両親は生まれ故郷に帰りました。こっちの方が修羅場かも。私と姉は、都会に出て仕事に就いて、姉は数年後に再婚し、私も結婚しました。元義兄の爆弾もどきですが、タイマーで、カチコチという音が出るように時計が仕掛けられ、花火をばらしたものが大量にプラスチックの入れ物に入っていて、赤と青の電線みたいなのが飛び出てました。普通に猿宅配便で来ましたよ。電話はプリンちゃんがかけてきたそうです。元義兄がなんだか悪いことをしているので止めたかったと言っていたそうです。新聞に出たし、近所の人が読めば、ああ、あの家の話。と分かっちゃうのでぼかしたのですが、よくなかったですかね。ネタ認定ならネタで。義兄は、今どうしているかは知りませんが、プリンちゃんは、とっくに結婚して、三児の母だと、故郷の友達に聞きました。マジレスしてくれた人、ありがとう。では失礼します。